最近さ、友達がシビットとタブーの禁断の惑星って曲がやべえから聴いてくれってもうめちゃくちゃおすすめしてきて、もうプッシュプッシュプッシュって感じなんだよ。すげえんだよ。で、すげえうるせえからさ、今日仕方なくね、仕方なく聴くんだけどさ、皆さんもよかったら一緒に聴いてってよ。ね？仕方ねえな。やばいな、おい、大好物降臨、おい、すっげえトラック、いや、トラックに使われてるサンプルの音数多分少ないのにさ、てっててれてってれってこういうめちゃくちゃ印象的なフレーズ、ここ聞いただけでこの曲だってわかるさ、わかるじゃんこれ。いや、強制的にフラッシュバックされるじゃん、こう、それほどのパワー半端ないよねこれ。でさ、印象的なフレーズほど飽きちゃうでしょ。だけどてっててれってだけじゃ、このねトラックの音ネタは二段構え、似た音で後半さらに加速してるんだな、これがもうてて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 ってこう刻まれた、あー、この緻密なトラックたまんねえ。いや、後半で無機質にさ、ちゃ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 って煽ってくるさ、この刻まれてるハイハットとかもこう煽ってくる感じがたまんねえです、親分。いや、聞きましょう。電池探し新人類、未知との出会い、知的生物占領しておくせ、洗脳しおくせ、経済発展競争社会の育成、おー、いや、タブーさんかっけ、始まりにふさわしきワンバース。新天地探し新人類、いやー、当院で始まり、どちらもパワーフレーズ。新天地探し新人類、ドーン、はい、世界観どっぷり温泉って感じ。いやー、そう、占領し独占、洗脳し抑制、この言葉の硬さがたまんねんだよ。ほぼだって熟語だもん。すげえよ。いや、これだけでさ、言葉フェチのみんな、俺みたいのはさ、こう、聞くというより、こう、歌を読むみたいにもう、大好きになっちゃうんだな、こう、大好きになっちゃうんだよな、これは。すげえ。高衛星監視体制の下、ボタン一つで瓦礫の山とかす、生んだ発明で自ら滅ぼす、自業自得と神が涙流す。いやー、すごい。人工衛星開始た監視体制の下、ボタン一つで瓦礫の山と化す。この表現、瓦礫の山と化す、最高。いや、感情がこもってないところがいいんだよ。ただありのまま事実を描写しましたって感じが出てる。人工衛星で監視体制の下、ボタン一つで瓦礫の山と化しちまうとかさ、こうなんていうか、ちょっとこの表現だとタブーさんの感情が入っちゃうじゃん。個人的主観が入っちゃうけど、こう緻密に計算されて言葉が組まれて、あくまで伝聞的に描かれた内容なんだけど、もうすごいんだよ。すごいじゃん。すごいしか言えないじゃん。何の惑星、忘れ去られた革命、漠然とした雑念の広がる発展の脱線、核戦争に敗れ悪戦闘する文明、君の住む楽園の核燃。おい、シビットさん、おい、いや、シビットさんログイン、いきなりトップスピードビューンって感じ。うわ、すげえ。いや、ここは禁断の惑星、いや、ここは禁断の惑星、忘れ去られた革命の漠然とした雑念の広がる発展の脱線、核戦争に敗れ悪戦苦闘する文明、君の住む楽園の100年後。いえ、アウェイだけでこれだけベタ踏み。いや、これはリリック書いたことある人にしかわかんねえけど、これだけ踏んでさ、意味通してこんだけ世界観広げるって、本当に本当に本当にすごいんだから。いや、すげえ。シビットさんの韻についてはね、逆にうまいということがもう、むしろ野暮になっちゃうぐらいすごいんですよ。これはもう大好きになっちゃうよ。ほんで、ここでさ、ここは禁断の惑星って入ってくるさ、このタイトルを使って一発目に入ってくるこのスタンス。こんな分厚い小説の冒頭じゃん、こんな一行。すごいよ。いや、こう、すごいこれ。あー、で、まだ聞いてくれ。なんで、タブーさんと一緒でこれだけ言葉をめちゃくちゃ詰めてるのに、まだ第三者目線なんだよ。個人的主観、ラッパーみたいな主観で歌うんじゃなく、あくまでこうディストピアをありのままの現状として描いてる。それをこう緻密に緻密に言葉、リリックを組まれてるからすげえんだよ、ここ。ここ説教臭くなく、こう小説を読んでるかのような感じで楽しめるのがすごいんだよ。ウェイ、大好き、ほんと。太陽なんて遠の昔に死んだよ。いやー、なんですか、太陽なんて遠の昔に死んだよ。いや、この表現は半端ないでしょ。なんて印象的なフレーズなんですか。いや、ここでこのラインを入れんのがやばいんですよ。
初めの小説、韻で畳みかけて窒息させるぐらい、こう、韻で圧倒されるでしょ。うわーって。で、抽象的な世界観でふわっとしてるとこに、太陽なんて塔の昔に死んだよ。いきなり会話帳。うわー。今までと違って、こう、会話帳でさ、いきなり禁断の惑星の当事者にされちゃう、リスナーが。うわー。脳みそにズガーンって、ぶっ飛んじゃうでしょ。頭が。すんごすぎるよ、これ。深く知るとある人間は細胞のみでの生活を始める。機械任せで未来任せの博士の異常な愛情により、バイオ倍増し大量のプルトニウムの雨が地上に。機械任せで未来任せな博士の異常な愛情により、バイオ倍増し大量のプルトニウムの雨が地表では降るという。うわすっげー。いやこれ歌詞見てよ。ネットでググって歌詞見てゲボ吐いちゃうから、すげーよ。いや、韻がね、途切れたと思ったら、次の文章でもまた一部連続して、そこ繋いで次の韻にスイッチしちゃうんですよ。それをこの2小節ぐらいでやっちまうって、バケモンじゃないですか。うわ、本当に大好きだな、シビットさん。すげえ、これ。すられた理由などないのに、上辺だけで比べたりするから、地球の地球の中で孤立化する、取り憑かれて疲れたプラネタリウム。愛の中での最後になるか、愛を抱くか、君自身が太陽になるんだ。パイの海洋になる、パイオになる、先を見なす。最初から早いところ対処しないと、防壁破りの砲撃の格好の標的。やばい。ご作動により放射能線の場でをしたろうか。うわぁ。目下暴力、目下暴力を解く、強化、照射、消化、病で防やって。やばい。誤作動により放射能線オーバードーした6箇所。やばいよ、やばすぎ、剣心。毘沙門天だろ、これ。いや、リズムを変えてこれだけ多く文字を踏んでるのはもう当たり前すぎて、野暮だから触れないよ。だから、俺が大好きなのはね、オーバードーした6箇所。この6箇所。6箇所ですよ、6箇所。あの6箇所ねってなる？なんないでしょ？なんないのが、そこに深みがあるんですよ。なんか当たり前かのようにその6箇所を表現すること。ここがやばいんですよ、ここが。で、国家暴力、目下暴毒を解く、強化症者、消化不良だ、暴や。やばい。暴、暴、暴でこう、怒涛に最後の畳みかけ。フック前にこれだけなだれ込むように陰詰めるってすごくないですか？すっげえ、これは。天使かの水金解明、移り住む高度発達した文明、ファンタジーかマジかわかる、いつか抽象化されたイメージのビッグ。おー、すっげえ、いい、ここ。きっとタブーさんが書いたリリックですよね、ここ。うわー。ファンタジーかマジかわかる、いつか。いや、ここにすげえ怖さが秘められてる。今までフィクションとして聴いてた楽曲が現実とリンクするように作られてる。怖え。才能が怖えよ、これは。抽象化された明治のビッグバン。え？抽象化された明治のビッグバン。いや、出た出た。解説できない最強のリリック。抽象的イメージ？え？それを重ねる？ああ、いや、頭に浮かんでる、これがイメージのビッグバン。おー、ドガン。いや、これはこれでしかイメージできない映像なんですよ。分かってください。解説ができないんだよ。止めたんですけど、解説できない。これは。やばいんだよ、これは。やばい、すごい。ゴミ高しつける目印、目に映る景色、残されたメッセージ、結果が証明、生き残る方針、常識、重ねてんのすげえな。あっという間にほら、皆のら、手のひらの上で転がるワーキングプア、はい。おー、あっという間にほら、皆のら、手のひらの上で転がるワーキングプア、おっしゃれ。この普通に文章を紡いでるようで、思い出したかのようにちょいちょいケツにね、後付けでわざとらしくない引用置いてくの、すっげえおしゃれ、すんげえ好き。トラ、藁にすがる飼い主探し、密進フラー並べたドレスラ、群がる権力拾われたあいつら、所詮やとわら強くしてりゃいい、飼いならされヘッドギアはめて情報操作、機密工作。あー、すごい。群がる権力拾われたあいつら、所詮雇われ愛想よくしてりゃいい、飼いならされてヘッドギアはめて情報操作、機密工作。ここね、いいよね。タブーさんの人柄がちょっと出てくるよね。権力に媚びない姿勢というか、ラッパーの姿勢みたいのが。で、シビットさんは少し神々しい目線なんだよね、リリックが。風が大地が山が街が、そのように語りかけてくるっていう歌い方なんだけど、そういう壮大なイメージに対してタブーさんは、あえてこう人間味を出してくる。この対比、二人の対比がすげえかっけえんすよ。されたイデオロギー、強制収容される頃に、独裁者か奴隷、操るパペ、スモールプラネ、天使の羽もぎれたならぬ果て、生きていくためにあらゆる神を受け入れ、遥か彼方昔のカルマの洗礼受ける黒幕のジャッジメントで、理解されるまで何回、サンライズリーガライされる前、屍じゃ意味がない、この道の先駆者、誰が代弁者、占領する脳内、オープンよアイス、オープンよアイス。うわー、ここめちゃくちゃやばいな。やばいけどむずいな。
ちょーかー、長くなるよ。いや、解きほぐしたい。いや、生きてくためにあらゆる神を受け入れ、遥か彼方昔のカルマの洗礼受ける黒幕のジャッジメンで、いや、生きてくために、ここはタブさんのスタンスはまだ明らかじゃないよ。けど、生きるために何でもかんでも神様と祈ってたら、歴史がそうなった時のように、審判を下る日があるぞと。深い、そして怖い、この警告。理解されるまで何回サンライズ。いや、何回サンライズっていい表現だよね。何度日が昇ってもとかじゃないんだよ。どれだけ時間がかかろうともとかじゃないんだよね。とかそういう表現じゃなく、あえてリズミカルに何回サンライズって、いや、めちゃくちゃいいよね、これ。いいなぁ。リーガライズされる前。リーガライズは合法化ですが、これは私が勝手にね、脳内をいじくるロボトミー手術的なのが合法されてしまう。合法化されちゃう。もしくは情報操作とかが、合法化されちまう前にとか、勝手にちょっとイメージで解釈してます。間違ってたらすいません。で、ここで、屍じゃ意味がない。いや、これ。情報操作されてる人間なんてただの屍だぞというようなタブーさんのスタンス、ここで明確になる。その上でね、この道の先駆者、誰が代弁者、洗脳する脳内、オープンヨアイズなんだよ。ここ、やっべえよこれ。その代弁者は俺だと言わんばかりのちょっと含みのある殺気。いや、洗脳とか情報操作が良くないと言った上で、あえてタブーさんがお前を洗脳するぞと、オープンヨアイズと言ってるわけですよ。あー、かっけえ。かっけえ。いえ、こんなに話したのにまだ、たった4小節ぐらい？すんげえこりゃ。ありもしない神の噂話ばかりにぶら下がり歌かたれん、素晴らしきつながりに目を向けず暗闇に砂かじりつまはじく、貴様らに嘘ばらしい恨みつらみに旅日神海原に放って、今すぐに知らぬふりはよせ、構成に残せ、それぞれ残せ。この世すげえな。噂話にぶら下がり、いや、噂話にぶら下がり、歌方に素晴らしきつながりに目を向けず暗闇に砂かじり、つまはじき、草花にうさばらし、恨みつらみ、妬みひがみ、うなばらに把握。おー、すーぐえ、これ。ここは何文字踏んでるとかそういうね、下品な解説はしないんですよ。このリリックはそんな、因の文字数とかそういう次元じゃねえんだ、もうすげえ。ありもしない神の噂話。さっきもタブーさんにもね、神が出たんだけど、神は多分比喩だと思うんですよ。もう、神を比喩に使ってる時点でかっこいいんだけどね。膨大な噂ばかりにぶら下がる、それだけ、まあ、それだけを盲信、信じすぎると、歌方も泡のように吐かないと。素晴らしい繋がりに目を向けずに砂をかじるような、つまり、取るに足らない、つまはじきばかりしていると。で、ここには、主語はないんですよ。主語がないから、まあ、なんか、神々しい口調で話されてるからね、人間全体を揶揄されてるような感覚になるでしょ？で、その上で、草花にうさばらし、恨みつらみ、うなばらに放ってっていう。いや、人々のこのうさを地球にお前らは晴らしてるだろっていう感じ。いや、何ですかこの神々の語りかけみたいな重たさ。うわー、これがヒップホップだって感じ。うおーって感じ。いや、すごすぎでしょ。そこで、後世に残せ、それぞれの個性ですよ。うわー、なるほど。なるほどって感じ。タブーさんと繋がりますよね。こう、情報操作されるは屍。だけど、それじゃ個性が抜け殻にされてしまうぞと。それぞれに残せ、後世の、後世に残せ、それぞれの個性なんだよ、これ。こう、すごいよ。いや、これ、便宜上ね、いろんなものを省いて、ちょっと、フレーズを簡単にして説明してるけど、これじゃ軽いけど、ありのまま、すげえ楽しんでほしいから、便宜上、こう、説明するのは良くないんだけど、すごい、眼蓄のあるフレーズじゃない。すごい、これ。何かを残すことで永遠となる人生の目的、時を超えた思想と生まれ変わり再会、喜怒哀楽とどめる記憶の鍵、何を感じ何とつながる、愛を忘れて全てを失う、羨望を味わう孤独な独裁者よりも弱者を照らす輝くスーパースター。うわー、ここのリリックは全部やばいな。羨望を味わう孤独な独裁者よりも弱者を照らす輝くスーパースター。やっべー、こうなんかヒップホップの真髄みたいなものがにじみ出てる。いや、個性残したままの芸術は時を超え残り続けるっていう、まあ冒頭で言ってるけど、このタブーさんの制作に向き合う感情とかも見れてすげえ好きなんですよ、ここの一文は。うわー、すげえ好き。この身が滅び朽ち果てようと、いつまでもささやかな幸せがそこにありますように。青い地球を守り抜かプリーズマート、いくつ数えれば悟りの悟りに辿り着くのだろう。やばいなこれ。たとえこの目が滅び朽ち果てようとも、いつまでもささやかな幸せがそこにありますように。やばくない？神様の言葉じゃん。いや、ダメだこれは、洗脳されますよ。オープンヨアアイズって感じ。いや、サードアイ、かっぴらくでしょ、こんなのマジで。うわぁ。
青い地球を守り抜くアーフォリズム、アートいくつで踏むんだよ。化け物じゃん。アフォリズムはまあ短い警告文みたいな感じですけど、アフォリズム、青い地球、あといくつで切って、悟り悟りたどり着くって、だんだんこうさ、陰の中、陰がこう小説の中で二足歩行、三足歩行みたいな、四足歩行ってこうさ、形態変化していくみたいな、ダダダダダンっていう感じがさ、たまんねんですよ。すげえこの、なにこれ。星はアトニス、カリアドに住む大家族地球人を旅だよ。いやすげえ、めちゃくちゃ興奮して聞いちゃった。ブラフマンかっこいいけど、いやこれはすごい、まあ、歌詞ばっかり触れちゃったけどね。いやアレンジがもう天才的だよ、曲全体で。いやシビットさんもさ、フローが単調にならないようにバリエーション足してるでしょ。これだけで飽きない。だけどその上で低い声とか高い声を重ねて、あんなバカ長い小説をね、重ねて、あの抑揚をね、重ねてんだよ。すげえんだよ、このバリエーションが。で、トラックもすげえんだ。トラックもすげえ。うん、トラックもね、たまに映画のコロ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 みたいなね、あの、FX サウンドとかが散りばめてあって、こう、場面転換が楽しい。で、限られたサンプリングの中でね、こう、どんだけバリエーション出すのってぐらい変化してる。すごい！すごいこれ！本当に昔の音楽って感じぐらい。すごいこれは！すごい！神の噂話ばかりにぶら下がり歌方に素晴らしきつながりに目を向けつく暗闇に素中自立の恥じゃクソなのに嘘ばらしい恨みつなみに大事がり恨まれ果てた。うわぁ、こういうアレンジたまらん。いや最後にこの神々のこさえたフックをさ、二人で歌っちまうんすか。やべ、なんかラッパーとこう大地とか自然がこう同時に語りかけてくるような神々しい響きがある。すっごいこれ。今すぐに知らぬふりはよせ、個性に残せそれぞれの個性。うわ、このディレイの残り具合もいいね。もうなんか頭にこびりついちゃうもんね。個性に残せそれぞれの個性って。うわすごい、洗脳されちゃったよもう。いやほんでこの余韻、いやラップがすごいんだけどさ、このラップだけ聞かせるぞっていうおごりがない。あくまでラッパーは作品の一部で、トラックでこう締める、ここでイントロの音で。この世界観たまんねえわ。なんだこれ。いや笑い声が入ってて不気味、すごっ。うわーもう全部含めて最高最高最高。明日友達に教えてやろう。